この遺跡は谷をめぐるライフストリームを流れるべきところへ導くための施設だったと考えられています。皆さんの行いは必ずや星の力となることでしょう。七木様とお会いできるなんて、なんという幸運でしょう。やったマッテリアマッテリア、お宝マッテリアどこかな、恥ずかしがらず出ておいて。ナヨ、ファルコ、リリーボー、みんな無事だったんだね。うん、ユフィもよかった。あたしはしぶといよ。あ、そうだね。あれ、ソンは？おい、お前ら。あ、ブンポさん。そうそう、こちら本家アバランチの皆さん、いろいろ世話になったんだ。で、ご存知ウッパの皆さん、お前ら、シンラビルには行ったのか。うちのエッジ、見なかったか。何でもいい、知ってるなら教えてくれ。残念だけど、ウエッジは…それでも聞きてえんだ。七番街のプレートがあんなことになって、僕たちの心はぐちゃぐちゃになった。驚愕、恐怖、萎縮、悲しみ、怒り、憎しみ、心の中も瓦礫の山さ。そんな時、本家の指導部からの打診があった。プレート落下は神羅の自作自演、さらなる暴挙を防ぐために神羅ビルを占拠する。武器装備は至急、意志ある者よ集え。そんな感じのね。私たちには参加する義務がある、そう思ったの。ウェッジは僕と同じトラックにいた。我々は地下駐車場から神羅ビルへ潜入、各階を制圧しつつ先行中の別部隊と合流する。ルティア隊と連絡が取れません。ええ、先発隊は、あるいはすでに。憶測はいらん。まずはマット隊長に連絡を。はい。よいしょ、よいしょ。ブンパのウェッジっす。ああ、セブンスヘブンの。うん、さあ、これを食べてリラックス。ありがとう。リラックス。部隊の目的はプレジデントの暗殺。分かってる。全然俺たちらしくない。でもあの時はその気になっていた。ほら、気合い入れろ。置いてかれるぞ。申し訳ないっす。いで、うわっ、おい、かこの先が重役フローだ。ついに我々の手に世界を取り戻す時が来た。怒りと憎しみを奴らにぶつけてやれ。おう。どうしても仲間と連絡が取りたいんす。早くこっちの作戦を伝えないと行き違いになるっす。じゃあ、上で。ああ、俺たちの勢いはそこまでだった。
間違いない、あの人でした。ありがとな。そう大丈夫ですよ。今聞こえたよな、ウィッチの声。意識はライフストリームにすぐに溶けちゃうんだ。何か聞こえたとしても気のせいだね。この遺跡はライフストリームに感謝して祝福するための場所だったらしいの。私たちはここで遺跡修復のボランティアをさせてもらってる。星に帰った人たちのために少しでも何かできればと思って。ねえ、私手伝いたいな、ここの修復。何をどうすりゃいいんだ。壊れてしまった星の泉の修復。泉はこの辺りのエネルギーの源で、ライフストリームの吹き出し口になってるの。壊れている星の泉はライフストリームの濃度が高くて容易に立ち入れないんだ。だから専用ロボットを使って修復するんだけど、あんまりにも型が古くて僕たちじゃうまく使いこなせなくて。お話は聞かせていただきました。そういうことなら僕がお役に立てるかと。名付けてチャドリー・ジュニア。ついに僕にも弟分ができたようです。チャドリー・ジュニアは皆さんの命令に沿って動きます。早速指示を出してみてください。ああごめん、あれ以来まともに寝てなくて。ちょっと休ませてください。ライフストリームが濃い場所はモンスターも多いの。無事に泉を直せるといいのだけど。ポンコツロボだと思ってたのに、使うやつが使えば違うもんだな。
を調べたところ、これらの遺跡群のどこかにセトラーが遺物を封印した場所があるという伝承を確認しました。それオイラも聞いたことがあるよ。貴族のことだって思ってたけど。はい、ですがわずかながら検知された独特なエネルギーから、この遺跡群はエンシェントマターを封印するために作られたものなのではないかと推測しました。まずは遺跡の修復を進めましょう。きっと星が僕たちをエンシェントマターへと導いてくれるはずです。シャノリー・ジュニアの追加 AI チップを開発しておきました。ぜひ活用してみてください。
いつかコスモキャニオンへ行こうってよ。盛り上がったことがあってな。うん、カクテルの試飲会の時だよね。うん、やっぱこれが一番。新カクテルはコスタデルソルに決定。ちょい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 。飲みすぎだって。平気平気。俺はこのコスモキャニオンを押すね。いい線いってるんだけどね、なんか物足りないんだよな。お待たせっす。じゃじゃーん、コスモソルトっす。コスモキャニオンを名乗るからにはコスモソルトを入れないと。さあ召します、召します。コスモソルトって、生命学の聖地コスモキャニオンで取れる岩塩っす。めったに手に入らないっすよ。嘘、塩入れただけで、なんで。本当だ、美味しい。味が生まれ変わったな。ああでも手に入りにくいんだよね、それは困るな。買い占めてきたっす。これでしばらくは大丈夫。あくまでもしばらくだろ。このコスモキャニオンが人気メニューになったら塩なくなっちまうぞ。その前にみんなでコスモキャニオンに行くっすよ。で、お土産は塩、塩、塩。いいね、生命学の聖地コスモキャニオン、みんなで行くっす。お前やな、カツオ資金もままならねえってのに旅行なんて行けなきゃねえだろ。これ行くしかねえな。そう来なくちゃ、連れてってね、リーダー。リーダーに乾杯っす。乾杯乾杯。こんな時だけ調子いいぜ。来たよ、みんな。結構時間かかったぜ。あれ、もう終わっちゃったんですか。とっくにな。ほら、次行くぞ、次。はい。バレットの一撃で気合が入ったよ。次こそは僕も。共和国と一緒に廃れたらしいけど、この辺りは塩の名産地だったんだ。ってことはこの谷も大昔は海だったってことだよな。はあ、星ってすごいよな。今は遺跡だけど、完成した頃はどんな感じだったのかなとか、意外と興味あって自分でも驚いているの。星の泉に新手のモンスターが出現して危険な状況のようです。ビビってくるよな。
待たせしました。追加の AI チップを用意しましたので、モンスターの攻撃に注意しつつ調査を進めてください。こんなに危険な場所だって知ってたら、もうちょっと準備してきたのに。後悔先に立たずって言葉を思い出す時にはだいたい手遅れなんだよな。モンスターも遺跡のエネルギーに引き寄せられてくるのかしら。すいません、僕たち応援くらいしかできなくて。待たせたな。いえ、僕たち頼ってばかりで何もできないですし。
星と共にあらんこと。あ、次ウェッジの番。星と共にあらんこと。俺。いや、スラムの食い倒れ名人ウェッジ。その声が小さいぞ。俺はもっとみんなの役に立ちたいっす。いつも足引っ張ってばっかりで。もうまたそれ。誰がいつそんなこと言ったわけ。私ビックス、それとも、誰も言わないっす。でもそれはみんなが優しいからで。ウェッジにはこいつが優しく見えんのか。ちょっと喧嘩売ってんの。ほら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 、全然優しくなんか。ギブ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 。つまりだ、ウェッジが役に立ってねえなんて。役に立ってねえなんて誰も思ってねえ。ウェッジはきっともっともっとって誰よりも頑張ってたんだね。あ、たく欲張んのは食い意地だけにしとけばいいのによ。行こう。相手のモンスターまでやっつけちゃうなんて。あのロボも実は武闘路線。どっちが手伝いなんだかわからないね。もう反省ばっかり。僕にできることってなんだろう。アップデート完了。チャドリージュニアをよろしくお願いします。
当たり前だろ。ああ、
あれは？ウェッジからの贈り物だ。ありがとうよ。お前らのおかげでいろいろと片がつけられた。そんな、私たちは何も。みんなはこれからどうするの？考えたんだけど、俺たちも分派の仲間に入れてもらえないかな。何を言い出すの？だってよ、あれから本家とも連絡取れてないし、このまま何もしないでいるよりマシだろ。そうだけどね、これからは協力して。調子に乗るんじゃねえよ。覚悟のない奴は石ころよりも使えねえ。すまない、俺はただ気持ちだけもらっとくぜ。お前らはもっと遠くを見てで生き延びろ。もう食べられないっす。最後はリーダーの出番だな。いや待ってました。星と共にあらんこと。長いぞ。俺たちは星を救うため共に立ち上がった同士だ。金はねえ、仲間も多いとは言えねえ。だが俺たちの心には半神羅の炎がメラメラと誰よりも熱く燃え盛ってる。犠牲は少なくねえだろう。だが俺たちはたとえ命に変えても神羅を打ち倒しこの星を守る。腹を切りで俺について来い。おお、この腹と共に戦い抜くしか。おう、覚悟は得意だ。よっしゃ。よし、今夜はケーキ漬けに飲み倒そう。ではコスモキャニオン追加ね。追加ね。もう吹っ切っていいよな。もちろんあいつらを忘れるわけじゃねえ。そりゃ無理な話だ。でもよ、後悔はもう終わりだ。
またか。どうだ、月見酒でもやらんか。結構だ。せっかく褒美をやろうと思ったのに面白みのないやつめ。所詮は盗っ人か。盗っ人？我が源氏をことごとく奪っておいて盗っ人以外に何と呼ぶ。お主が揃えた6つの源氏、兜に胸当て、細部の小手と具足、そしてこれが最後の一つ。我が所持する源氏の盾よ。それもエンシェントマターか。違う、源氏シリーズだ。7つの武具さえ揃えば欠落した記憶が戻り、我がどこから来てどこへ行くのか思い出せるはずなのだ。故に源氏をかけた最後の勝負を申し込む。我こそが伝説の剣豪ギルガメッシュ。決闘の地は我が島。ギルガメッシュアイランド。勝手に。とあの、皆さんは連絡会とはつながってないんですか？アバランチの本家も巻き込んで、なんだかいろいろ気な臭い方向に向かってるみたいで、これ以上怖いことが起きなきゃいいんだけど。俺もっとしっかり考えないとダメだよな。あれ、そういえばジージェは？ジージェとはコスモキャニオンで別れたの。何か別の用事があるみたいだった。ジージェも無事だといいんだけど。